電気通信大学のソン・ワンホと申します私の研究分野は主に非生殖生態計測とその技術を応用した医療機器の研究開発です近年人体に触れずに体温、心拍数、呼吸、血圧といったバイタルサインの計測技術の研究開発が注目されていますこのような非生殖生態計測技術は従来の接触型技術に比べて 計測による患者への負担が極めて、えー、低く、しかも無高速、えー、無意識で長時間での連続モニタリングが可能です。そこで私の研究室では、レーダー、サーモグラフィー、CCD カメラ、高電脈波センサー、圧電センサー、心電計、TOF センサーなどのリモートセンサーを用いて、非生殖でバイタルサインを計測するための信号処理、 画像処理、およびこれらの技術を実装した EO システムの実用化研究開発を行っています。例えば、マイクロ波レーダーを用いることによって体表面に生じる呼吸と心拍に伴う微細な振動を計測することによって、心拍数と呼吸数を非生殖で算出が可能です。また、サーモグラフィーを用いて体表面から 放出される赤外線を測定し体温を非接触で計測することが可能です。このような非接触バイタルサインの計測技術を活用し空港検疫に応用する感染症スクリーニングシステムや在宅ヘルスケアのための高齢者見守りシステム睡眠評価システムまた心拍変動計測から自律神経を評価するシステム 呼吸機能を計測するシステムなどのプロジェクトを学生たちと、えー、推進しています。このようなシステムを実用化するために、えー、我々は最初のアイデアの段階からシステム設計、ものづくり、生体信号処理、臨床評価、産学連携といった一連のプロセスを進めながら人々に役に立つシステムを作り上げています。えー、我々の研究プロジェクトに 興味のある方は是非ご連絡ください。